高評価しないと食べちゃうぞ。まだ知られていない青鬼はたくさん。今回紹介する青鬼は青鬼ガム。一見普通のガム、食べてみるとなんだか膨らましたくなるよ。膨らましてみたら、あらびっくり、なんと青鬼でした。いい大きさになった青鬼ガムは口から切り離れます。そして割れない程度でいろんな形に変わります。人間より大きくなってもう丸飲み。でも結局は風船の中に入っただけなので、青鬼ガムは縮んで窒息死させて、その後じわ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 と溶かして栄養を取っていきます。食べ終えたら次のターゲットを狙い、空気を入れてふわふわ飛んでいきます。飛んでいる青鬼ガムを針で刺して爆発させちゃえばいいと思っている方が多いですが、これは間違いです。爆発して飛び散った青鬼ガムが体についたらもう終わり、そこからじわ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 食べられてしまいます。なのでまずは棒につけます。ガムなので一度ついてしまったらなかなか逃げれません。次に穴を掘ってそこに埋めてしまいましょう。普通のガムと青鬼ガムの見分け方ですが、原材料を見ればすぐにわかります。丁寧に青鬼って書いてくれています。もし青鬼と書かれたガムがあったら捨ててしまいましょう。万が一青鬼ガムを噛んでしまった場合は吐き出せば OK。 地面にくっついて身動きが取れません。でも地面の青鬼ガムを踏んでしまったら一巻の終わり。足にくっついてきてじわ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 食べられて死んでしまいます。なので吐き出すときはやっぱり穴を掘って埋めてしまうのがいいでしょう。もし飲み込んでしまった場合が一番最悪です。飲み込んだ青鬼ガムは肺の方に行き、吸った息を全部吸収してどんどん膨らみます。最後には爆発します。恐ろしいですね。青鬼ガムがどうやってできるかというと、ベルトコンベアで流れてきたガムに青鬼が唾をぶっかけます。これで出来上がり。とても危険な青鬼なので皆さん気をつけましょう。コッ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 、高評価しないと食べちゃうぞ。